すごいフェピー脱毛いただいたでしょうかね。ちょっとオリジナルのね、本当オリジナルの興味とかでしたんですけど、まさかともなくとして楽しんでいただいて、今日はね、語りの方も入ってちょっとね、そういえば語りって歌がありましたね。皆さん今度歌って、あ、一回歌ったよね、あれ男の歌なのに、ね、聞きたいって人は言ってください。で最後あお送りします。本当にひどいことがいっぱいあって、なんだっていう感じもあったり、あるいはもうそれで感性が麻痺しちゃっている部分もあって、あのまた何かだとか、一人殺すのは殺人なんだけど、何百人何千人って殺すのは英雄になるっていう話もありますね。戦争とかもね、本当にひどいですけど、そういうことじゃない、まあ、平和とか命の大切さですね。この21世紀せっかくなって15年も経つわけですから、まあ、天皇もすごくね、あのいろいろなメッセージを発してくれて、天皇もねくれてるし、ちゃんと考えなきゃいけないんじゃないで、まあ、僕も28年生まれなんで戦争のことはそんなに知りませんが、やっぱ親父から聞いてあのこともあります。で親父もロシアで捕虜になったり、あのお尻に銃鉄砲の弾が刺さったり、軍隊でのひどい仕打ちとかいろいろ聞いています。ですからやっぱり今の生きている方がお子様お孫様あるいは後輩たちご近所の方にですね、やっぱりこう幸せな、ね、人を信頼する、私も信頼するってことは本当に大事なことだよねっていうことを伝えていただきたいなというふうに思っています。それではそんな平和な思いを、平和への思いを込めて、この素晴らしい世界にワンダーワンダフルワールド V をつけて送らせていただいて終わりたいと思います。
Oh, when the saints go marching.